どうも、太蔵です。ご無沙汰してます。最近ちょっと僕に更新頻度がちょっとやばかったんですけど、そうなん、ちょっともう忙しすぎて YouTube の動画が滞っておりました。すいません。頑張って作っております。違う、今日ね、めっちゃ話したいことがあったので、動画をね、こう作ってるんですけれども、まあそれはさておきですね。今回はですね、ついに来ました尺シリーズで行ってみたいと思ってます。タイトルは今最高すぎる暗闇ベスト5、尺シリーズでお送りしたいと思います。今回の内容はおそらく何のことなのかっていうのは全部ゲイの人しかも多分解読できないと思います。こっちの人しか多分わからないはず、はい、そういう内容でディープにお届けしていきたいと思います。それではスタート。はい、ということで、こう今回はですね、だいぶ通ったかなと思うんですけど、この 1,2 ヶ月僕はですね、ある新しい暗闇にですね通っておりました。その中でめっちゃこれ絶対ね、こういうのもあるよっていうのをね、ちょっと伝えなきゃなと思って、情報共有ですよ、情報共有で、ぜひちょっとお伝えしたいのがベスト5ね、今からねちょっと言っていきたいんですけど、尺シリーズちょっと行ったことある人いますか？僕ね、本当にそのこのこういうのがあるってこと自体は全然分かってなかったんです、最初で。うわすげえなって思って、まあ、何がすごいかはね、ちょっと細かく3つぐらい今日ピックアップしているのがあるので話していきたいんですけれども、まあ、とりあえずまあそのベスト5、最初の5位発表したいと思います。まあ、これね、あくまでも僕が通ってこうあーってこうビビってきたものを厳選してます。ベスト5位はですね、アクセスポイント S 地点にあるお店の名前が D です。はい、まあ、ここはとある雑居ビルに入ってるんですけれども、もしかしたらね知ってる人もいるかもしれませんが、なかなか、そうね、僕が本当にたまたま行った時はノリがすごい良かったんで、そこはあ、こういうところあるんだなって、はい、必須アイテムはおしぼりです。じゃあ次行きますね。次第4位、これね、前ちょっと特集でやったかもしれないんですけど、アクセスポイント S 地点にあるお店の名前が F です。前に新しくそこでの周辺でできた発展場があることはちょっとお伝えしたかと思うんですけど、まあこの F に特化しているので、お店の名前も F なんですけど、個室がまあ多いのとか、そうね、綺麗だったからな。まあチケットを入り口で買うっていう特徴がちょっとあるんですけれども、そうそこをね第4位ですね。でここからがちょっと力を入れてお話ししたいところなんですけど、第3位、アクセスポイント A 地点にあるお店の名前が D です。そうですよ、そこあ、もう今多分こうもう通ってる方はね、多分あそこだなと思ったと思うんですけど、そこです。ヒントはスパイシーですよね、1階は。そうね、そう、もうこれ多分ね、こっちの人しか多分もはやわからないですね、この内容は。雰囲気は星 3.5 チラリンで、特徴なんですけど、サラリーマンの人とか、あとちょっと平日とかだと営業の人、営業っぽい感じの、まあ、白いシャツにね、スーツパンツ着たお兄さんというか、営業の大人の方たちがいらっしゃる感じですね。僕の時どうだったかな、指輪してた人がちょっと誘われたんですけど、多分既婚の人かなとか思うんですけど、手ほどきされました。個室で、で、まあ、その時のなんだっけな、結構混んでた時は韓国人のたちの人にちょっとこうやってこう引っ張られて入って LINE 交換しようよとか言われたんですけど、僕は交換しなかったんですよ。イケメンだったんですけど交換はしなくて、まあその理由が相手がタチじゃないですか、だからあ掘られちゃうと思って警戒してなのでちょっと交換はしなかったんですけど、はい、そんなエピソードがありましたね。定員チェックは
特になかったです。まあ入りやすいかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。次、第2位はアクセスポイント S 地点にある N です。それそこそこ、あのね、そうね、最近建物建ってるよね、めっちゃ高いで、そこはなんか気にはなってた、正直どんなところかなって気にはなってて、行ってみたいなっては思ってて、で行ったらなんじゃこりゃみたいな感じの空間で、そうね、なんだろうな、まあ雰囲気、まず雰囲気からいきましょう。雰囲気星4つピロリーンで、特徴なんですけど、まあ、速攻で個室に行ける、ダイレクトアクセスですね。はい、で僕がちょっと伝授したいことがあるんですけど、そのダイレクトアクセスするためにちょっとこうポイント、ヒント、ポイントっていうか、なんていうのかな、技というか、こうどうしたらいいか、テクニック、あのね、まずね、最初にロッカーで準備したら、あの奥行ってください、奥の大部屋の方に行ってください。そしたらもうね、多分こうタッチが来ますよ、すぐタッチが。でいいなと思ったらもう個室に行ってください個室に、だからもうあれです、駅直結じゃないけど、ここは本当にちょっと最初に大部屋の方に行ってダイレクトアクセス、個室にダイレクトアクセスしてください。僕はいつもその手でやってますね。でやっぱり場所からね、あの S のエリアってリーマンさん結構多いじゃないですか、仕事帰りの人とかね、多分そういう人とかね、まあ上司とばったりなんてこともあるかもしれないんですけど、会っちゃいそうな、でもそういうちょっとこう会社帰りの人たちとかが平日は多いかなっていうイメージがありますね。あとね、僕のその N っていうのエピソードを一つ言うと、覆面デーの時だったんですけど、覆面の時に耳元で太蔵くんでしょって言われて、その後に俺と個室に行こうみたいな感じで行きました。トコトコ、はい、なかなかですよ、いいですよ。そうだな、なんかノリがいいかな、ノリが、そうね、この中でも結構もし S 地点で行くんだったら、ここは絶対1回は行った方がいいかなって感じがしますね。ノリはいい。定員チェックは、受付のチェックはね、特になかったかな。マスク外してくださいとか、帽子取ってくださいぐらいはあったかなって感じですね。はい。お待たせしました。今回のね、この尺シリーズのベスト1、第1位、こちらですね。これ僕の中でも本当にここが1番。マジで。本当にここはね、いいよ。なんでいいかは今から言うんですけど、アクセスポイント N 地点にあるお店の名前が S です。はい。ここはね、半端ないから、マジで。その何がいいか、まずちょっと雰囲気、星のレベルいきましょう。雰囲気、星5、マックスレベルですね。これね、理由があるんですよ。本当にその理由。お店の特徴を言うとね、田亀源五郎さんっていう漫画のね、絵を描く人がいるんですけど、その漫画の絵に出てくる兄貴がめちゃくちゃいっぱいいるんですよ。はい。短髪、ヒゲ。もうなんか、本当にすごいよね。なんかここまでさ、このレベルでいるのみたいな。ちょっと渋めの兄貴とか、どう言ったらいいかちょっと僕もね、言葉で説明がうまくできないかもしれないけど、レベルがすごい違うんですよ。と飛び抜けてる、なんか頭一つ飛び抜けてて、でメンツ、お客さんの顔のレベルもなんかまあいいんですけど、僕的には好きなんですよ。短髪、ヒゲ、マッチョ、まあちょっと体育会っぽい感じとか、年上とかでもその田亀さんが描いてる絵のキャラクターみたいな人がこうなんかこういるんですよ。本当にいるの、マジで。本当これすごい、僕はそう思ったんですよ。入った瞬間にやばい、この世界だって思っちゃった。でなんていうの、その言葉にならない、まあそのメンツもそうなんだけど、
一番衝撃を受けたのは、多分これ1位になった理由、これもあるかなっていうのが、レベルがその職人レベル、なんつったらいいの、技のレベルが普通じゃない。技のレベルがもうこれね、職人レベルなんですよ。もうこれ普通じゃないよな、なんつったらいいの、嘘、こんなすごいのみたいな。だからそのいろんな人が相手してくれるんですけど、僕言われたんですよ、いやもっと上手な人いっぱいいるよみたいなこと言われて、気になるじゃないですか、そんなこと言われたら、ってなるじゃないですか。だから僕ね、結果的にどうなったかっていうと、こうなりました。見てください。スタンプカードを作ってめちゃ通ってるんですけど、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 もう10回ぐらい通ってまして、ひどい時は多分3連チャンぐらい通っちゃってて、でもそんぐらい良かったんですよ。もうだからさ、行くじゃないですか、その尺シリーズって最初作る予定じゃなかったんですよ、そもそも。いや、あまりに良すぎて、これ情報共有しなきゃやばいなと思って、こんなにすごいところあるんだったら、ちょっとみんなに共有しようと思って作ったんですよ、これ。で、僕の中ではめっちゃ本当におすすめ。まあ一回行ってみてください。絶対僕の言ってることが絶対わかるんで、本当にいいよここ。店員チェックは特になかったですね。なので優しかったかな、なんか受付の人。受付の人はね、このベスト3のお店でほぼほとんど人が優しい、人がいいって感じ。うん、やっぱ受付の対応とかってお店のイメージとか、お店のね、こうブランドとかじゃないですか、お店の顔っていうか、だからすごく大切だなっていつも思うんですけど、やっぱ、うん、中にはね、やっぱ大阪の時はやばいなって思った時あったよね。なんか受付マジ怖いな、この受付の人とか思ったのもあったけど、やっぱ大事だなって思いましたよね、改めて。まあとにかくここね、本当にメンツもいいけど技もやばいんで、ちょっと気になる人はぜひ行ってみてください。もうこれは多分僕もまた行くと思うんですけど、本当にいいですよ。だからもしお店のね、今日のちょっとイニシャルでしか言えなかったんですけど、お店が気になる方は僕のツイッターを見ると、あの、あーここねって多分絶対言うと思うんですよ。あのこの1位のお店をね、僕選んでるけど、多分他の人もきっとあーそこねって絶対言うと思うんで、そう、それは多分こっちの人しか多分分かんないと思うんですけど、もし気になった人はこの今言ったベスト5を淡々と一個ずつ回ってみてください。はい、じゃあなんかまたちょっと新しいあの尺シリーズが出てきたらまた潜入したいと思います。これもあくまでも今日の時点で、今の時点で僕の中で最高すぎるなと思ったのをピックアップしてるので、はい、またね、季節が変わればまたトレンドも変わるんで、そう、はい、参考にしてもらえればと思います。はい、ということで、今夜はですね、今最高すぎる暗闇ベスト5、尺シリーズでお届けしました。以上です。お疲れ様でした。